ろしくお願いします。というわけで今日は基本のサーブ見てみたいと思います。テニス始めたての方から、まあ、ある程度やってきて、でもまあちょっとね苦手な部分がある方とか、ちょっと久しぶりにやるんで思い出したいなとかっていう方に、はい、まあ、一通り、まあ、ざっくりですけどね、基本的なところを並べてみましたので、まあ、たまに思い出したくなる、たまにわからなくなる基本のサーブ編みたいな感じで見ていただけたらなと思います。もちろん細かいところは個人差がすごくあります。好きなタイミングがあってトスの高さにすごく差が出たりだとか、あと筋力によってね、こう反り方の度合いが違ったり膝の曲げ具合が違ったりとか、違いはねたくさん出てきますけども、今日はまあざっくりと全体の流れをお伝えできたらなと思っております。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではまず構えのところからいきたいと思います。打つ前の構え、こういう感じで打つ方向に対して横を向いて構えられるといいと思います。足は左足よりも右足をやや引くような形で、ここが一番大事です。グリップの握り方です。コンチネンタルグリップからイースタングリップで握りましょう。手首をリラックスした状態でこういう感じでラケットの面が横を向いている形になると、まあ、許容範囲かなと思います。この状態でラケット面が下を向くような形になると、ちょっとグリップが厚すぎるかなと、羽子板のような打ち方になってしまうのかなと思います。はい、でここから体重移動を軽く入れて前後ろで、もう一回前に体重をかけながらトスアップをするとスムーズにリズムよくトスを上げることができると思います。一回後ろに乗せてもう一度前の方の足に体重をかけながらボールを上げていきましょう。左手は上にボールを投げながら左膝は下に曲がっていくというリズムができるといいと思います。はい、でトスアップのところです。左腕はトスアップ、右腕はテイクバック、この動作を同時に行います。左手でボールは投げる、で投げた後に右手を担ぐとやるとちょっとリズムが悪くなりますので、こういう感じで両手を開くようにして左手も右手も同時に動かすようなイメージでトスアップを上げていきましょう。トスアップをする時のラケットワークですが、肩のラインまではこのように打球面は下向きで持っていけるといいと思います。手首をリラックスしてこういう感じでラケット面は下を向けて上げていきましょう。はい、肩の高さまで来たら今度肘を曲げていきます。この時に打球面がこういう形で横からのカメラで見えるような感じで引いてこれるといいと思います。同時に後ろ足を前足にすり寄せるようにして準備をしていきます。この足のすり寄せに関してはすり寄せないパターンもありますので、動画の最後で紹介したいと思います。はい、続いてトロフィーポーズと言われるこのポーズのところです。3つのためが同時に混ざっていて、まずこういう感じでひねる動き、体をひねる動き、それからこういう感じで後ろに反る動き、反る動きですね。そして最後にこの左の腰を突き出すような体を逆くの字型にするような動き、この3つの動きをうまく兼ね合わせてトロフィーポーズと呼ばれるこういうためを作ります。でその時にこの角度ですね、90度90度をだいたいイメージできるといいと思います。ここで90度よりも角度が狭くなってしまうとちょっと潰れたような形になってしまいますので、90度90度をイメージしましょう。はい、で左手はトスを上げた後こういう感じで上に残しておくといいと思います。はい、続いてスイングに入っていきます。一回ラケットがこういう感じで下を向くイメージですね。しっかりと背中に当たるぐらいのところまで下げられるといいと思います。ラケットヘッドで
背中の後ろでこう丸を描くようなイメージで一回下に落としましょう。同時にこの時に横向いている体を少しずつ前向きに戻しながら、ボール投げの動作に近いようなイメージで横向きから前向きに体を動かしていきます。一番難しいこのインパクト付近のラケットワークですけれども、こういう感じで下から上に上げるときに、こちら側のラケットのエッジの方からボールにぶつけに行く感じで振り上げていきます。そこからインパクト直前にかけてラケットの面を出していきます。腕のひねり戻しを使います。この動きをプロネーションとかって言ったりします。最初ね、この動きが結構難しいです。インパクトにかけてこういう感じでラケット面をボールに向かって出してきます。ですからラケット面はインパクト直前に作るようなイメージです。この時に左手を自分の体の方に寄せてあげると、体の開きを抑えることができます。そうすることでコントロールが良くなりますし、スイングもより加速させることができます。はい、インパクトの打点はコートの少し内側ですから、トスは少し前めに上げるのをおすすめします。インパクトは左足の真上にこう右手が来るような形にするとバランスが取れると思います。でインパクトの腕とラケットの位置はこういう感じで逆くの字ですね。一直線にはならないです。コンチネンタルグリップで握ると、そのあたりも気をつけられるといいと思います。はい、で最後フォロースルーのところです。インパクトの後、引き続きプロネーションの続きでラケット面は少しこう外側を向くような動きを取ります。横からのカメラで見るとラケット面がはっきり見えるのが分かると思います。こういう感じでラケット面は外側に一度向きます。で肩の高さぐらいまで来た時にはもうラケット面が下向きになるぐらいがちょうどいいと思います。ここも勢いよく振れる人はね、そのまま外側のに向けたまんまフィニッシュで終える場合もあります。こういう感じで肩の高さでラケット面は下を向いて、今度はねこちら側のエッジから左の脇に収めると、リストワークがね覚えやすいと思います。はい、同時にフィニッシュの時右足を切り上げるようにするとバランスも取れるし、スイングに勢いもつきますからとてもいいと思います。で先ほど足のすり寄せる動作のところでもう一つあるって言いましたけれども、こういう形でもうすり寄せずに打つ打ち方も、最近こちらの打ち方も結構ね使う選手が多くなっています。私ちょっと慣れてないのであんまりこれしっかりタメが作れてないんですが、もう少し右足にも体重が乗っていいのかなと思います。これをプラットフォームスタンスと言います。対して足をすり寄せる方をピンポイントスタンスと言います。はい、いかがだったでしょうか。最初のね構えの部分から最後フィニッシュの部分まで一通りこうグッとこう流れをね見ていきましたけれども、まず一番ポイントはコンチネンタルグリップをできるだけ使っていただきたいなというところです。コンチネンタルもしくは厚くてもフォアハンドイースタンまでで覚えてもらえるとかっこいいフォームというか、はい、プロ選手がやってるような腕がしっかり伸びるようなねこうフォームになると思います。グリップが厚くなってくるとニコパンチというかこういうちっちゃいスイングに、ね、なりがちですので、まずコンチネンタルグリップをしっかり気をつけましょう。それができたら今度は横向きから前向きの動きをしっかりと使ってボール投げの動作のような感じが出ると、これまたね腕がしっかり振れてるような感じになりますので、かっこいいサーブのフォームになっていくのかなと思います。あと個人的には途中で出てきたトロフィーポーズのところです。ここがねこう左手がまっすぐ伸びてこうかっこよく決まるとやっぱすごくかっこいいですし、上手い方ほどここでしっかりとねためができているのでボールに対して正確に強い力を伝えることができます。はい、ぜひ皆さんもコートで試してみてください。ではまた。